おお。てかもうね、足元が見えないぐらい、この廊下がさ、暗いのが怖いよね。なんだよこれ、おっかねえな。足元が崩れんのが一番、だってここ2階だよね。でも、あれ地面があるな。なんて書いてあるのこれ。ククルの廃墟シリーズ。ええ、そっから、あ、屋上行けんじゃないですか。おー、危ねえ。お前、危ねえだろ、これ。それだって、話が戻ってるぞ。危ねえな、本当に。気をつけろ、俺のセリフだっつ。そこ、大丈夫？なんか怖いな。あ、大丈夫か。屋上じゃないですか。すごいな、この廃墟が一望できるね。あ、なんか向こうに、向こう あそこの奥に建物がもう一個ある。うわうわ、お風呂場だ、来い。あー、お風呂がある。水回りは結構古い建物なんだね。なんで便器があるの。あ、調理場だ。上落ちちゃってんじゃん。うわうわ、汚ね。これガラス危ねえな。うん、なんだここ。え、なにここ。え、よし行ってこよう。ちょっとさ、あ、せめてそこにはいてよ。だなおい。うわ、すごい広。テニスコートも放置されるとこんなになっちゃうんだね。あ、足が落ちちゃったよ。以上、年末廃墟スペシャルでした。さらばだ。どこがレンズ。レンズここ。あそこは自分には撮ってんだ。そう、すっごいうんこしたいんだよね。てかほんと綺麗だね、富士山。トイレ到着です。